はい、そしてまたラグビーの話題ですけど、9月の18日からはですね、はい、この今度は今、先ほど言ったのは7人制というラグビーでオリンピックですけど、今回は、ワールドカップということで、ね、今年開催される、はい、世界20カ国から、来る大会ですけど、これが、9月の18日からそのアメリカ代表チームがね、はい、24日まで、来るということになってました。まあ、それの、水曜日には18日にはアメリカ大ウェルカムセレモニーをですね、大鳥ホールの方でやって、またみんなを、迎えるということになっています。今回私も実際のゲームをですね、見に行くということで、まあ、議会の合間を縫ってですね、ワールドカップ観戦するんですけど、9月20日のですね、これ開幕戦ですね、日本とロシアの試合。そうですよね。で、2日目ですね、9月21日はニュージーランドと南アフリカということから、もう予選リーグでですね、まあ、事実上の決勝戦と言われているその大会もですね、チケットをゲットしました。お、すごい。で、翌日の22日もアイルランドとスコットランドの試合をですね、見るということで、この土日月の3連休でですね、まあ、3つの試合を見るということにしています。はあ、すごいですね。そして、その後は10月の2日、これは、ね、読谷からも25名、そうですよね、これ、行きます。私も同行させていただきます。はい、アメリカですね、アメリカキャンプの、応援ということで、アメリカとフランスの、試合をですね、これは福岡の方でありますので、福岡の方です。またこれもみんなで行ってですね、応援しようと思ってます。まさに9月はですね、ラグビー月間、ラグビー月間ですよね。あと日本戦を中心にね、地域振興センターでも、パブリックビューイングをね、みんなで予定しているもんですから、まあ、それも含めてですね、ニュージーランド、アメリカを含めて、もちろん日本代表も含めてですね、みんなで応援していきたいと思っています。また本物のね、ナショナルチームが来るということですので、ぜひ児童生徒からおじおばたちも含めてですね、マギー2名トラマのアメリカ旗をですね、見に残波のグラウンドに来ていただきたいと思いますね。いや、ぜひね、足を運んでいただきたいと思います。まあ、9月20日、そして、日本戦、26日のアメリカ戦も含めてパブリックビューイング、本当に頑張って私たちもね、運営していきたいと思いますので、ぜひここ地域振興センターに足を運んでいただきたいと思います。